今から訪ねるのは2017年に沖縄に進出した夢ハウスです。夢ハウスの木の平屋のオープンハウスがあるということで行ってみたいと思います。サーネーが訪ねたのは宜野湾市にこのほど完成した夢ハウス木の平屋のオープンハウスです。パッと見これ木造とは思えないですよね。なんか素人のイメージとするとなんかログハウスみたいな佇まいかなと思ったら本当に木造なんですか？はい、外観からは想像できないんですけれども、うん、実際木造でできております。へえ、木造なんですね。あと木の平屋っていうことなんですけども、これ絶対 2K屋ですよね。はい、窓ありますよ。あっち2階建てですよこれ。はい、木の平屋というのは夢ハウスの商品名なんです。いろいろ疑問があるかと思うんですが、はい、中に入っていただければぜひ分かるかと思いますので、はい、ぜひ中の方に入っていきましょう。はい、中お願いします。楽しみですね。ありがとうございます。いやもうすごい木の香りがもうすごいですね。ありがとうございます。いやすごい、なんか本当に森の中いるぐらいの感じですね。はい、これを無垢材といって、うん、全て本物の木を使っているからこの木の香りがするんです。いやもう一瞬でこう、はい、なんかリラックスできますね。ありがとうございます。いいな。中の方も見ていっていいですか？はい、どうぞ。いやすごい木のぬくもりすごい。そして何この気持ちいい感じ、めっちゃ涼しい、最高ね。カメラさんこれ天国っすよね。ね、こう撮影のためになんかクーラー朝から増やしました。4台ぐらい回してますよね。いえ、実はこのクーラー1台のみなんです。あれ、はい、エアコンでこの空間冷やしてる。はい、エアコン1台のみです。しかもあれ家庭用じゃないですか、普通の。はい、無垢材が調湿効果を発揮してくれていますので、どのお部屋に行っても一定に保たれていますので、うん、これだけ涼しく感じていただくことができるんです。それでこうなんか気持ちいいカラッとした空気になってるんですね。はい、いや木材すごいな。本当にこう木の存在感を感じられるお家ですよね。調湿だったりとかこう木の香りとか木の特性をふんだんに生かすためにこう木が前面に出てるというか木の存在感を感じられるお家になってるんですかね。はい、そうなんです。夢ハウスは世界中から最高級の木材を集めまして、はい、その後材木の乾燥や加工、うん、製造などを自社工場で全て行っているんです。めちゃめちゃもう木にこだわりがあるんですね。はい、適材適所といいまして、うん、お家作りにはそれぞれ木の性質に合わせたところを使うのが大切になっていまして、うん、この梁に関しては横の力に強いベイマツを使っています。ベイマツ、はい、で柱に関しては縦にまっすぐ伸びるヒノキの木を使っております。はい、で内装なんですが、うん、こちらの床板は樹齢300年の赤松を使っておりまして、はい、で寝室に関しては調湿効果の優れた桐を、土台にはヒバの木などを使うなど、はあ、適材適所に合わせた木を使っております。いやこれは贅沢なお家ですね。辺からもちょっと見てみていいですか？はい、全体を、はい、おー、いやいい、あ、こっちいいですね。屋根も木で、これでまたこれ見ながらビール何杯でもいける感じじゃないですか。これつまみに。なんですか、あそこお部屋とかなってるんですか？どうぞ。いいですか見ても。はい、じゃあ2階の方も見てみたいと思います。この辺も手を抜かないですよ、ちゃんとね、全部木で来てます。はい、ここが子供部屋になってますね。おーい、おー、大城さん、いいっすね。どうですか2階は？いや最高です。上から見る大城さんもいいっすね。ありがとうございます。これはいいぞ。あ、これ家族でもうどこにいても会話ができる感じ、いいっすね。子供たちの勉強部屋になってるんですけども、勝手なイメージですけど優しい子供が育ちますね。はい、ね、お家全体が見えますか？うん、お家全体見えるし、こっち子供用ベッドでね、おやすみって言ったらリビングにいるお母さんがおやすみって言えるような、いやこれは絶対あったかい家庭になりますよ。うわー、いい。2階がまたさらに木が近くていいっすね。はい、い
や大城さん、大空間いいですね、はい、空間が一つになってるんですね、はい、だから木の平屋って言うんだ。はい、そうなんです。沖縄ではこのコミュニケーション取りやすい子育て世代にも、またあのお子様が巣立った後のお二人になった後の生活にもマッチできるこのスタイルの木の平屋がとても人気なんです。あ、まあ、僕もおばあちゃんとかもう平屋でしたからね、もう馴染みがあるんですよ、はい、だからなんかこうしっくりくるんですね。もう正直ですけど、なんかログハウスとか泊まったら2階暑かったんですよ、ね、なんかもわっとするじゃないですか、冷たい空気はしたいって。ここめっちゃ涼しいですね。屋根をどうぞ触ってみてください。冷たいんですよ、常温とかでもないんですよ、冷たい、すごいっすね。この屋根のすぐ上、はい、ここパネルになってるんですけれども、うん、パネルの中に断熱と遮熱シートが入っておりますので、これだけ屋根を触っていただいても暑さを感じずに快適に過ごせるようになっています。この間キャンピングカー借りたんですよ。キャンピングカー借りた時の運転席の上のもっこいあるじゃないですか、上のもっこい、あっち子供が憧れるからあっちで眠り寄ったんですよ。クーラー一番後ろから来てるんですよ。こっち死に暑いんですよ。死にもう1時間も寝てられないぐらい、こっち涼しいって言いたかったって言いたかったんですよ。壁の方もあのパネルがしっかり断熱材が入ってますので、うん、まあ、屋根もそうですし、壁の方も外からの暑さを断熱してますので、これだけお部屋中クーラー1台でも涼しく、で何ならもう一度冷えたら消していただいてもいいぐらい、はい、それだけ断熱の効果が優れています。魔法瓶みたいな、クーラーボックスみたいなお家なんですね、はい、あ、じゃあもう夏は涼しいまんま保って、冬は暖かいまま保つってことですか。はい、これだけ断熱がしっかりしてますので、夢ハウスはこの大空間を生かしたお家が作れるんです。あ、そういうことなんですね、うん、さらに夢ハウスを調査するため、サーネーは北谷町にあるオープンハウスへやってきました。おお、大空間ですね。そして涼しい。やっぱり涼しいですよね。めっちゃ涼しい、はい、ここ築どれぐらいになってるんですか。4年目入りますね。4年、はい、木の香りずっとするんですね。木の香りって。そうなんです、木の香りはもう立ってるとずっと一生続きます。サーネーは早速こちらに来た目的、木造建築の心配事を平さんにぶつけてみます。木造住宅だと沖縄のお客さんもこの心配事があると思うんですけど、シロアリ大丈夫ってよく聞かれないですか。そうですね、一番シロアリよく聞かれますね、はい、聞かれますよね、やっぱり、はい、大丈夫なんですか。実はちょっとこちらいいですか。はい、こちらに実はシロアリを飼ってまして。シロアリ飼ってる、はい、なんか壊れてるじゃないですか。そうなんです。夢ハウスが柱や土台に使用している木材と一般的な木材、そしてシロアリを同じケースに入れた実験。表面に防虫加工をした木材は一部中をシロアリに食われています。でその隣が夢ハウスが使用している柱に使用している乾燥させたヒノキ、こちらも次夢ハウスが使用している土台に使っているヒバ材なんですね、うん、どちらも強いですよね。強い、全然ある。そうです、全然大事な土台部分に使っているヒバなんですけども、実際に匂いしてもらっていいですか。おどうです。うん、ちょっと木の香りが。そうですね、ちょっとただの水です、はい、水吹きかけますね、うん、おお、なんか木の香りが増しました。そうですね、ちょっと強くなってますよね、はい、これってヒバが持つヒノキチオールっていう成分で、うん、害虫を寄せ付けない成分でもあるんです。はあ、で殺菌作用もあるので、うん、大事な土台の部分に使わせていただいています。いや、シロアリについてはもう納得しました。あと一つ、はい、うちなんちゅの心配事、やっぱ台風ですよね。そうですね、台風や地震の揺れから家を守るため、夢ハウスの壁は従来の筋交い工法ではなくパネル工法を採用。大空間を生み出す屋根も屋根パネルを使っています。床は豪商工法を採用し、壁も屋根も床も面で支える構造にしているそうです。じゃあ台風にも強いと、はい、また違う何か道具出てきましたけども、木材っていうのは乾燥が大事なんですね。でしっかり乾燥させないと、立てた後にネジで狂いが起きてしまいます。
ユミハウスの場合、特許を取ったドライランバーという乾燥機を持ってまして、はい、そこでしっかり乾燥させたものを柱だったり床だったり使ってるんですね。ユミハウスの技術で乾燥させた木材は水分が抜けて軽くなっています。そこに水の入ったペットボトルを乗せるとだいたい同じ重さになりましたね。ということはこれだけのお水が抜けたということ。抜けたという、はい、抜くと木ってすごいギュッとなって硬くなるんですね、うん、で強くなるんです。それをちゃんと柱とかに使ってます。もう木に対する真摯な姿勢ですか。いや見せてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり木っていうのはあれなんですね。乾燥が大事なんですね。そうですね。壁の中もしっかり下から風が入ってきて、うん、屋根の上から抜けるような仕組みになっているので、壁の中も湿気がこもらないような作りになっているんですね。なので木材を長持ちさせることができる。あ、じゃあずっとおじいちゃんになっても住めるんだ。はい、もう次の世代、次の世代にも受け継がれるような。次も次も。はい。夢ハウスのお家はそういうお家です。夢ありますね。はい、ドリームです。さあここでですね、2年前に夢ハウスでお家を建てて暮らしている下地さんにオープンハウスに来ていただきました。ちょっとお話を聞いてみたいと思います。なぜ夢ハウスさんを選んだか教えてもらってもいいですか。はい、木造住宅への憧れがありました。まあ、沖縄にないような、飾り棚とか、うん、そういったのものが風情がすごく良くて、その佇まいにすごく憧れがありました。あ、じゃあもう、じゃあ建てる前はもう全然木造に不安もなく始まった。いや、これはやっぱり説明を聞いて、うん、そして実際こちらに来て、はい、納得する説明いただけましたので。あと木の香りですね。無機質でない温かみっていうのは木にはありますから、うん、まだ幼稚園の子供がいるんですけれども、まあ、この子が将来やっぱりこの中でこのぬくもり、また空間もそうなんですけれども、結構家族の生活をしている気配とかいうものが感じられるので、うん、まあ、誰がどこにいるっていう、何をしてるっていうのもちょっと感じられるので、そういう中で、まあ、感性とか、うん、家が作っていくそういった感性っていうのはあるんじゃないかなっていう期待は しますね。お子さんも喜んでるんじゃないですか。走り回って、ええ、1階ではその足音をおばあちゃんが聞いて、うん、とても元気にやってるなという感じして。いいですね。この足音聞くだけでも孫がやってるなって笑顔になるんですね。先ほど下地さんの話でもあったんですけども、なんか家族で生活してて、まあ、このお家だと家族の音を感じれるみたいな、知らんうちに学校行ったとか、うん、ね、知らんうちにあいつ帰ってきてるとか、あんなのがないと思うんですよ。コミュニケーションが増えそうでいいなと思って、うん、やっぱそういうのはあるんじゃないですか。はい、住んで育むっていう言葉を継承しているんですが、それが住育っていうんですね、うん、夢ハウスの言葉として。住育、はい、仕切りがないので、うん、家族がどこにいても感じられるっていう作りになってます。うん、そこで感性豊かな子に育つんではないかっていう思いで作らさせていただいてます。ちょっと分かりにくい方まだいますかね。分かりやすく説明しましょうか。じゃあちょっとどうします、僕が子供になって上に上がって、はい、平さんお母さんで、お母さん、じゃあ行きましょうね。はい、よーい、アクション。じゃあサーネー少年、ここで鼻を噛んでみたいと思います。何しようかな、あれ鼻噛んでる、風邪でも引いたかな、ちょっと見てこよう。あれ鼻噛んでるよね。お母さん風邪でも引いた、熱あるの。すごい優しい、来てくれたんすね。すごい聞こえた、優しい。はい、カット。はい、よくできましたね。一回二人で拍手しましょう。伝わりましたか。いや、僕もね、本当にちょっとはしか音を立ててないんですよ。お母さんにあれで気づくかなっていうぐらいだったんですけど、すぐ気づいて駆けつけてくれ、来てくれて、あれがまあ、なんていうんですか、一つの空間にいる、それが住育っていうことなんですね。そうなんです。よくわかりました。こうやって家族の気配や話し声なのから、互いを気にかけることで、会話が増え、コミュニケーションが深まる。それが夢ハウスという感性を育む住育というふうになっています。これが獣医。いやー、平さん良かったです。これはですね、もう本当の妻、そして子供たちにも体感してもらいたい。このね、香りとかもね、実際吸って感じてもらいたいんですよ。
そんな時はどうすればいいんですか？来年の3月まででしたら、はい、キノワンのオープンハウスの方もご覧になれます。キノワン、ね、こちらのチャタンのオープンハウスの方はいつまでも見られますので、はい、ぜひお母さんとご一緒にご覧になってください。はい、いやぜひ行きます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。